初手後ろ攻めでした。3番山口龍也が早めに前段の位置に並んでいます。そして4番の佐々木健二、この3番の山口をさらに4番の佐々木が抑えていきそうです。ジャン前4番の佐々木健二を抑えました。短期5番の脇田義雄は終始このラインに乗っていまして3番手、3者出して3番山口龍也は4番手になりまして、1番の服部正弘は後方6番手になりました。ジャン前に抑えてまだ流し気味の先行になっています。4番の佐々木健二のペースです。佐々木のペースで緩んでいるところをホーム6番手から1番の服部仕掛けて最終周回かかりきる前に一気に1コーナーかまし切りました。1番の服部正弘後続を果たしていきます。懸命に追いかけていく6番の高橋俊秀ながら、その後ろ3番手は4番の佐々木健二、そしてマーク2番の佐藤翔吾、中段の位置に東北勢になっています。一気に展開ついてかましていきました。1番の服部正弘が押し切るかどうか、3番手から踏み込んでまくり追い込んでくる4番の佐々木、4コーナーから直線で4番の佐々木健二、佐々木がどうやら捉え切りました。日中争いはどうか。はい、出迎えは道路に出ないようにお願いします。出迎えは道路に出ないようにお願いします。高橋すぎ高橋だな今回だ、でも行かないわけ行かないじゃん。なんか若い子が競争しちゃうようだとちょっと熱くなっちゃう。元先行選手だったね。怒りのマクリス。だからはい、さっき高間さんと今話しましたけど、はい、同じ引きつけるならあれ出させちゃダメですよ。俺みたいな先行選手じゃない人間は。やっぱり先行で看板掲げててあんだけ点数持ってる子がやっぱり自力って言っても俺の場合自在だからやっぱ出させちゃダメだし、だから特進することしないこの差はそこだと思ってるんで。あれ黒沢君出させてくんないですよ。まあそうですよ、ね、うん、足を長すぎですね、うん、あれじゃ多分後ろ、まあ、その人はついていけないし、ちょっとあそこじゃもうかけてもいいかなと思います、うん、まあその辺服部さんが分かってて、そうそうそう、あいいとこで行ったからもう、うん、まあ、ちょっとぶつかないかなと思ったけど、はい、ない、うん、そこじゃかけないでやっぱダメですね。先行寿司が若いですし、まあ、流しすぎたっていうか、まあ、落としすぎて、うん、後ろがこうすんなりいけるような感じのレースやっちゃったので、まあ、スローなペースもゴーニアして服部さんが、ね、はい、一気に来て一気に、はい、うん、まあ、ああいう形になってしまったんです。あとはやっぱり走り方とか、うん、うまく先行うまくできるようなそういう感じ、組み立てをやっぱしてきたまだまだ勉強足りないんで、いろいろアドバイスもらってそれを実践で活かせるようにそういうレースをしていきたい。まあ先行のすごいお手本が9レースが来ました。そうですね、はい、黒沢さんがいいレース、そうですね、刺激になるレースをしてくれたので、自分は負けずと、はい、レースしたいと思います。